細かいことを気にしない、それがあなたのいいところではあるけど、何でも情熱とやる気で解決できるわけじゃない。落ち着きも必要よ。お説教が嫌なのも分かってる。だから今の話は長いけど、いざという時にちゃんと思い出してほしい。隊長、落ち着いて。問題あらへん、任せて隊長。絶対先輩と隊長を連れて帰る。そしたら主教様もママもきっとびっくりするで。倒れるわけ。
ごめん。あの時の隊長の言葉、うちは。